つなげよう海への思い、みんなの青色。私が伝えたい海への思いはきっかけ作りです。東京夢の島マリーナで大盛況のイベントが開催されました。ようこそエンジョイ魚祭りへお越しいただきましてありがとうございます。もともとはこの、エンジョイ魚祭りは釣り具メーカーさんがお客様と触れ合える機会を作りたいというそういうご要望があって、やらせていただきました。まあ、であれば魚についてもう少し広く考えようということで、釣りだけではなくて魚を楽しんだり学んだりそういったことをやれるような企画にしましょうということで、魚について触れ合えるような機会を作るブースとが混ざった形で、今回第2回目のイベントとして開催させていただきました。魚について学べるコーナーは大手回転寿司チェーンくら寿司が開催する未利用魚に関する授業やトークライブなど盛りだくさん。普段海と触れ合うことの少ない都会の人にとってはまたとない機会になりますね。この夢の島マリーナなんですけど、ちょうどこう見えるところ船がたくさん泊まって、あの辺りも公園が広がり、こちら側も緑の豊かな公園の中にマリーナ施設があるんですけれども、もともとここはですね、昔は海で、実はこの地下を掘るとですね、すぐもう近いところにゴミが、たくさん堆積されて出来上がった土地になっています。まあ、こういった場所で、こういうイベントをやることに、意義を感じて、今回はやらせていただいております。はい、海と接するきっかけが増えれば大切に思う気持ちも大きくなりますね。人は海と共にある。海と日本。